YouTube ファンの皆様こんにちは、元旦からですね、各国全世界の、まあ、フランス人とかアメリカ人とかいろいろありましてやっとですね日本人の観光客の方に会いましたので今日はこれを、まあ、3分間で紹介しながら私日本人じゃないんですよ。え、韓国。あ、韓国ですか。あ、でも日本生まれ。あ、日本生まれの。あ、そういうことで非常にタレント性があって綺麗な方なんですけど、もうちょっと言ってください。お釣りが悪いですから、ということでメガネ取った方がいいのかな。それはちょっと恥ずかしいです。取らない。取りました。ということで、あの愛媛県といえば今坂の上の雲でね、あの愛媛県から来られたやつよね。はい、で坂の上の雲で非常に有名で、私も、まあ、自衛官当時何回か読んで、また大人になってからも何回か読んでね、秋山兄弟のあれで有名ですが、沖縄本当に初めてですか。めっちゃ初めてです。で何時間こっち上陸してから飛行機で来て、うん、1時7分ぐらいに着いたんですよ。あ、そうすると2時間しか経ってないわけね。うん、でこの2時間の沖縄の印象はどんなもんですかね。なんだろう、暖かいのは暖かい。めっちゃあのコート着てきたんですけど、めっちゃ暑って思って脱いじゃいました。でなんか飛行機から、うんうん、あの空から、うん、空と海が重なってる水平線を見てめっちゃ感動して、うん、機内でめっちゃ写真撮っちゃいました。今はもう松山空港から直接出てるんですよね。そうですね。うん、5000円のね上海のチケットも出ている世の中ですから、ぜひとも今沖縄の観光客がですね、年間約600万人ですよ。多いですね。で、うん、ハワイが今700万くらいでね、負けないように、そうそう、2、3年内の僕は追い抜くと思うんですよ。ところが次はあんまり言いたくないけど、はい、観光の収入がですね、はい、ハワイの3分の1、ハワイは 3倍の収益あるんですよ。だからぜひともですね、沖縄で、いや、やっぱりブランドでしょうね。世界の金持ちが来ると思うんですよ。で沖縄どっちかというと修学旅行のお金を使わない、1000円ぐらいしか使わない。だからぜひともこの、まあ、2、3日滞在か知れませんけど、お金を使っていただきたいと思うんですけど上海のお客さん11万使うらしいですからね。秋葉原で電化製品こっそり買っていくということで、じゃあ沖縄の食べ物とかといっても、もう聞きようがない、分かんないよね。なんだろう、いろんな本は読んできました。あ、さっき、うん、飛行機の中でジュースいりますかって聞かれて、シークワーサーくださいって言ったら ないって言われて、沖縄便なのにリンゴジュースもらいました。あ、そうなんだ。、はい、まあ、ソーキそばとかね、ラフティーとか、あの、まあ、酒も泡盛でね、はい、あれも非常にちょっと30度ぐらいできついんですけど、あとオリオンビールの心のオリジナルがありますか。だけど綺麗ですよね。なんかモデルみたいな、そういうのはそんなことはやってない。はい、あ、そうですか。じゃあ最後にですね、まあ、もうちょうど3分ぐらいなんですが、カメラに向かって、多分 YouTube 増えると思うんですよ。こんな綺麗な子がね、初めての今日本人観光企画ですからね、愛媛に向かってですね。沖縄に来てくださいという宣伝を、あ、愛媛の人にいいですか。そうです、2時間しかおりませんけどね、皆さんご勘弁くださいね。たった2時間の印象で一生懸命愛媛弁でですね、沖縄観光を誘いますので、どうか来てください。どうぞ。はいはい、簡単で何でもいいです。愛媛の皆さん、沖縄は多分いいとこだと思います。また来ようと思います。はい、こんなあの変なおじさんがいますから、知る上にはですね。で、あの外国人に聞きますと、あのもう世界各国、ロシア、イギリス、フランス、ドイツ、スペイン、皆さん言うのはですね、3つのこと言うんですよね。沖縄の印象としてですね、まず1つはフレンドリーと言いますね。非常に友好的、発音めっちゃいいですね。フレンドリーって。2つ目はですね、独自の伝統文化ですよね。はいはい、こんな感じで食事もこの唯一の赤い城ですよね、この建築文化にしても。で、あと3つ目は美しい海をですよね。はい、ちょっと寒くてね、ちょっとエメラルドな感じで、ね、そうびっくりしました。そうですね、だからちょっと泳げないんですけどね。ちょっと今日ごめんなさいね、もう話が乗っちゃってちょっと5分ぐらい行ったと思うんですけど、また夏に行きます。はい、どうもありがとうございます。じゃあカメラに向かってですね、さようなら。 YouTube ファンの皆さん、アクセスしてね。してね、はい。バイバイ。じゃあちょっと確認してみます。